YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックサイエンス南大阪店営業の榊原です。今回ご紹介していくお車はこちらになります。新車ハイエース版スーパー GL ダークプライム2ガソリンの肉のお車で、こちらボディカラーブラックマイカのお車をご紹介させていただきます。はい、まずフロント前にですね、こちらトヨタセーフティーセンスとこちらパノラミックビューモニターついてます。こちら7ガプと呼ばれる新型のお車になりますので、フォークランプ形状少し変わって LED 化標準になってます。プラスでこちらですね、インテリジェントクリアランスソナーも標準で装備しております。はい、でこちらのお車のカスタム内容なんですけど、こちらですね、フロント LP ドラインでフロントリップスポイラーついてます。でこちらのお車ですね、車高の方2インチロードアウトしております。なので通常のお車より約5センチほど低くなっておりますので、乗り降りもしやすいですし、見た目もかっこよくスタイリッシュになっております。はい、でこちらタイヤホイールですね、グッドイヤーのマスタータイヤに、こちらフレックスのオリジナルカラーのバルベログランデ装着しております。後方もご説明させていただきます。まず上からこちらデジタルインナーミラーのカメラついてます。はい、で今回テールの方がこちらもフレックスオリジナルのアルティメットの LED テールランプついてます。はい、でフロントでもご説明させていただいたインテリジェントクリアランスソナーリアにも4点ついてます。バックカメラもこちらに装着済みです。はい、でこちらのお車は5人乗りのバンタイプになりますので、前半分が乗車のスペース、後ろ半分が荷室の空間になってます。はい、でその荷室の空間には今回ですね、フレックスのオリジナルのベッドキットタイプ2を装着しております。簡単にこうやって取り外しができますし、高さもこちらの手回しネジで5段階で調節できますので、お客様のお好みと用途に合わせてご使用ください。はい、で今回も小窓があるタイプなので、手動のスライドドアとなっております。内装なんですが、こちらダークプライム2特別仕様車になりますので、シートの方がハーフレザーのシートで高級感あります。でプラスで天井周りが黒で統一されてますので、室内すごくダークな感じになってます。続きまして運転席周りご説明させていただきます。まずナビの方がカロッツェリアの7インチナビついてます。でバックに入れていただきますと、このように右側がバックカメラの映像で、左側が360度カメラパノラミックビューモニターになってます。はい、でこのナビ周りとシフトノブとステアリングサイドですね、すべてダークプライム2のアホガニー超加色されております。かっこいいです。で続いてこちらがデジタルインナーミラー、メーカーオプション入ってます。でここを押していただくと普通のミラーでも使えますし、こちらにしていただくと後方のカメラの映像がこちらに映っております。はい、で追加のメーカーオプションでこちらですね、助手席のエアバッグと AC100V コンセントもついてます。でちょっと見えづらいんですけど、足元にもビルトイン ETC 装備済みです。
はい、いかがだったでしょうか。こちら新車未登録のガソリン肉のボディカラーブラックご入庫いたしました。内外装すごくフレックスで人気なカスタムで仕上げてますので、気になった方はぜひ南大阪店までお問い合わせ、ご来場の方全国からお待ちしております。でこちらの車今日から展示いたしますので、ご納車の方も2週間で可能となっております。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。